どうもじゃ神チューバーです。今日もバーサスカズの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。このツモはDT4じゃないかな。DT4 っすね。DT4 組に行く。それに対して、開幕、相手が、T スピンダブルですね。T スピンダブルで、T スピンダブル、バックトゥバック付きを総裁外してから、ポリレンドルート、スミノ、ジェイミノまで、これは強い。さあ、相手全部受けるか全部受けてから、なんとか T スピンダブル、テトリスまで間に合うか。しかし、それをしっかり見て、T スピンダブル、総裁外して送る。それも、相手、なんとか T スピンダブルで総裁やってたけど、こちら、2発分、テトリスまで送ったんで、それが直撃して刺さりましたね。これはどうだったかな。まあ、相手が総裁外しすぎたのを、しっかり見て、2発分用意して即座に送ったのが良かったですかね。さあ、再び DT4 で、相手がちょっと TSD パフェの構えだったけど、TSD パフェはなかったんで大丈夫。あったとしても、こちら火力送ってたんで阻止できましたね。さあ、エスティティックマジックとテトリス総裁当たる。D スピンダブル組みに行って、ちょっと地形高くなってるけど、まあ、下側的には悪くないんで問題ないっすね。テトリス総裁当てて、T スピンダブルも総裁当てて、しっかり、無難に総裁当ててますね。相手も地形いいけど、こちらも地形いい。お互い火力出そうな地形で、テトリスから TSD テトリスの地形へ。相手はちょっとホリレン見ているが、あまり掘れずに、受けてからテトリス。間に合うか ?J ミドリ、なるほど。J ミドリ削ってから、TSD、散乱消し。で、しかし、地形辛いの見えてるんで、おっと、Z ミノミスったか、今の。T スピンシングルだったけど、おそらく Z ミノもう一個左に置いて、で、二ライン消ししたかったんじゃないかな。さすがにこちらが火力を送ってるとこに、テトリスか T スピンダブル、まあ、間に合わせるのは不可能なんで、あそこに置かないと思うんで、ちょっと今のは、一個ずれちゃったって、おっと?エルミノの置きミスしていたのは見えたけど、T ミノのソフトドロップをしようとして、さらに T ミノが暴発して諦めたのかな、多分。アイミノ刺して、ワンチャンありそうな地形ではあったけど、ちょっとアイミノも間に合わなくて、もう無理だって諦めた感じですかね、これは。ちょっと早かったな。まあ、リプレイの時間的にもまあ2分切っていたんで、相当早いのはあったけど、まあ、完全な事故ですね。エルミノの置きミスで焦ってしまい、ティーミノのソフトドロップをしようとして、さらにそこで置きミスしてしまったんで、もうこれは無理だろうと諦めた感じでしたかね。さあ、もう一つ見ていきましょう。これはどうだろう ?TSD か DT4? DT4 っすね。DT4 を組みに行って、相手が TSD。穴的には、いや、いい、そうっすね。かなり。今の相手の1ラインの攻撃が、下を直列にしたので、非常にいい。で、これも割と掘れそうだろ ?JMI の歩みの ?JMI の歩みのまでさらに、は行かないか。そこまでは行かずに、まあ、JMI の軍で先読みになっているんで、そこで火力重視。テトリスからドネイトで T スピンダブルで、相手が T ミノ、削ってたけど、T スピンだいぶ遠かったんで間に合わなかったっすね。ポリレンにしてたけど、どちらにしろエルミノ、アイミノあたりも間に合わず。これはドネイトです。まあ、速度に火力を送ったのが相手を間に合わせなかったって感じですかね。開幕 TSD に対し、相手が中開けテトリス地区。テトリスを送る。穴いいっすね。下穴がいいんで、これは強いぞ。しっかり地形良くして、総裁外して TSD からテトリス送られるが、それを総裁外して T スピンダブル、さらにテトリス。さあ相手空手になってしまい、刺さるか。エルミの、S ミの、O ミの、I ミの、J ミのあたりで結構掘れそうな地形ではあったけど、さすがにあそこの T スピンが空手になってしまったんで、致命傷ですね。T スピンを作って、まあ、カシャッという音は鳴るんだけど、T スピンを打てないのを、カラティと言います。さあ、テトリスを総裁外して、DTTKI 火力高め、T スピントリプルからのトリプルなんで非常に火力高いですね。で、下穴も直列で切れるんで、これは強い総裁外し体勢。さらに、総裁外しで強い。相手がそこに S ミノの置きミスしてます、ね。さあ、T スピンダブルからテトリス3連発攻撃が刺さっていきましたね。さらに、S ミノ、エルミノ、ティーミノ、エルミノまで掘れるか。いや、エスミノ、ジェイミノだ。ジェイミノ、ティーミノ、エルミノまでと、まあ、全部掘れるんで。これめちゃくちゃ強いっすね。しっかりまあ、直列で生きていたっていうまあ、運もあったけど、そこでさらにドネイト込みで3連発送ったっていい
いう点がいいところだったかな、この試合は。まあ、テトリス2連発だけだったら、相手を差し切れてなかったと思うんで。ドネイトで、しっかり3連発。3連発送ると、5ライン5ライン6ラインで、1ラインプラスされるんで、16ライン分っすね。で、さらに、ホリレンが今全部繋がったと思うんで、合計ライン数どんぐらいいくかな、多分25ラインぐらいいくんじゃないですかね。エルミノまでの最後まで掘れるルートがあったんで。めちゃくちゃ強いですね。まあ、瞬間火力まとめ打ち重要なんで、そこを意識しましょうといった、プレイングでしたね、今のは。じゃあもう一つ見ていきましょう。あ、今のところは非常に試合展開が早いですね。非常に、速攻でなんか決まってるような感じではあった。さあ、エスティリック魔女送られて、こちら再び DT4 ですね。DT4 で無難に火力を振ってって、うん、できれば大身ので、しっかりドネイトにしたかったけど、まあ、妥協気味に。妥協気味に掘ってって、T 身の Z 身の S 身の I 身のと掘れるが、一回受けましたね、これ。なぜ受けたかというと、ここでさらに連の方位に行けるからですね。しかし相手もジェルネイル2回、7連までの掘り連乗ると、T スピントリプル組んでいくの、まあ、実質ダブルですね、あれ。トリプル分の、火力、ではないものの、まあ、十分強い。さあ、ここでドネイトのフィンを見せていく、おしゃれ。ドネイトでね、フィンをするというね、まあ結構、まあおしゃれプレイも、まあたまにはね、見せていくのもいいんじゃないかなと。さあ、若干地形悪いが、なんとかタワーで T スピントリプル2回打ってるが、Z 身のホールドミスしてしまう。さあ、そこを総裁外されて、さらに、その、こちらの火力を振ったのが相手の直列でいってるんで、まずいぞ、これは。なんとか T スピンダブル間に合ったか。さらに、テトリス。おー、テトリスも間に合った。これは、なかなか間に合ってはいるが、相手の地形良すぎるな。サンライン消し総裁外されて、T スピンダブルからテトリスで、さらに即座に、2発分置いてテトリス用される。さあ、工事がうるさい。ちょっと外の工事がうるさいが、まあ気にせず解説していきますね。マイクには入ってるかどうかわからないけど。さあ、相手が再び開幕 TS に対して、こちら DT ホースね。直列に来ているんで、これは有利でしょう。搭載外して、テトリス、TSD から、テトリスにはせずに、一回3ライン消しにしましたね。3ライン消しにして、相手のちょっと出方を伺いながら、積み込み地区で、TSD からテトリスで、ホリレンで行くかなって思ったけど、再び火力で行ってますね。で、ここまで削ってって、しかし今度は相手側が地形いい。総裁外すが、こちらも再び、下ないいっすね。お互い穴が良くて火力が出そうな地形。さあ、テトリスしっかり間に合って、ティスミンも間に合う。さあ、ここはまあ間に合わなくてもしっかり総裁外しからテトリスで、相手がエルミノの置きミス。ジェイミノ入れて、ちょっと迷ってしまったのが致命傷になってしまいましたかね。ノータイムで、ジェイミの回転入れから、まあ一応ホリレンのルートはあって、たので今相手のツモ順的に迷わなければなんとかなったけど、迷ってしまったのが致命傷になってしまいましたね。まあこれぐらいの極限の戦いになると、やはりその一瞬の迷いがかなり致命的になってしまいますので、まあできればまあ迷わずにねやっていきたいところなんだけど、まあ迷わないでやってると、まあその分質も落ちるっていうね、まあそこら辺のまあ磁場が発生するんで、まあ、難しいところですね。さあ、相手置きミスで、エルミノ、おっと、エルミノを置こうとしたところに、ちょっと超えずに、途中で突っかかってしまい刺さる。エルミノ置けてれば、S ミノで屋根つけて、なんとかギリギリ T スピンダブル間に合ったんじゃないかな、時間的に高速で置けば。しかし、まあ、上部の操作難しいんで、ああいうのはまあ仕方がないですね。さあ、相手が、スティティックマジック、こちらアメミヤ砲。で、アイミノホールドミスちょっと痛いぞ、これ。アイミノの今のホールドミスで、ここの総裁分が当てられないんで、T スピン、シングルにしてきたか、でも。シングル、ギリギリ耐えれるが、総裁外しは、なんとかされなかったんで大丈夫でしたね。おそらく相手も総裁外しすると、結構地形的に辛かったのかな。それでやめたので、こちらも助かった。テトリス送って、テトリス送るが、相手もテトリス総裁間に合う。あの直列までたどり着かれると、ちょっとめんどくさいですね。火力が遅れそうな地形なんで、めんどくさいけど、やはり掘り切られてしまいましたね。搭載外してるが、相手、欄干。しかし大丈夫か、これ。ジェイミの超えてなんとかなるか。E スピンダブル打ってって、テッド、Z 身に置いたのか。Z 身に置いたところに、
アイミノの地名判定が出てしまいましたね。まあ、そのミノでも、アイミノって一番その地名判定広いんで、まあ、ああいう風なね、その予想外に刺さっちゃうっていうことは割とあるんですよね。おそらくだけど、今のアイミノを埋めて、スミノで屋根つけて、ジェミノを右側に埋めて、まあ、綺麗にティースミンダブル作ろうとしたと思うんだけど、まあ、あんな感じにね、即座に刺さってしまうので。アイミノがあるときは、上部非常に気をつけた方がいいですね。一番刺さりやすいミノなので。他のミノだったら刺さんなかったとしても、アイミノだともう、ああいう風にね、もう即座に刺さってしまいますので。まあ、そういうね、その意識配分も重要になりますよ。まあ、もう一つ見ていきましょうか。まあ、時間的にこれが最後かな。このツモも DT 砲じゃないかな。さあ、このセットというか、この回は非常に DT 砲組んでいる。で、相手も、相変わらず、開幕ティースミンダブルですね。相変わらずの開幕といったところだが、DT 砲からのホリレンのルート、ホリレンのルートじゃなくて、平積みで、ちょっと穴場が来てるんで、解消しに行きたいところだが、まあ、今のところは平積みで火力重視にしてますね。さーて、相手が、今 DT 砲組んでたかな ?DT 砲組んでいったが、地形的にあれか、回転一回多くやっちゃったのかな多分。一回分回転で多くやって、で、あの地形になってしまった感じですかね、今のは多分。まあ普通に DT 放っててれば全然まだまだありそうだったけど、さすがに回転入れミスは致命傷になってしまうと。相手、アイミノの置きミスしたけど、まあ、アイミノの即座にもう一枚あったんで、なんとかなる。さあ、Jミノと Z ミノ2連発の置きミスが辛いかと思いきや、リカバリうまいですね、これ。ティースピンシングルから、テトリスで即座にリカバリーする。さあ、さすがに相手ちょっと火力出しに行き過ぎたか。ジェイミノで一応掘るルートはあったけど、しっかりこちら受けてからの、2連発送ったのがまあ良かったですね。受けれる判断。しっかり受けてからの、2連発総裁外しで送ったのが非常に良かった。さあ今回は、お互い DT 砲。DT 砲で相手が DTTKI の構え、それに対してこちらアイミノ、オーミノ、ティーミノでパフェ取れる。しかし相手 DTTKI で火力増し増しなんで、総裁外されてから、ジェイミのアイミノと掘ってって、うん、こちらはまあ、無駄に削りながら火力を送ってるって感じですかね。今のは、受けた理由は、相手が BTB 好きなんで、まあ、穴腹回避するための、総裁外しといったところだが、結果的には下穴に結構、下に穴腹が来てますね。さあ、でも相手も穴腹がいってるんで、どうだろうな、これ。ちょっと地形が高い分、こちら不利だが、掘ってって掘ってって。Z ミノ、T ミノ、アイミノまでか。相手再び DT 北、おっと再び DT 北んでいて、2発分撃ってられたら相当まずかったと思うけど、再び T ミノミスってしまいましたね。しかし、俺も、T スピンするとこに S ミノ置いてしまい、ちょっと痛いミスをしてしまう。お互いだいぶミスっているが、LJ イリュージョンからシングロナイズアタック、ダブルミラーが刺さりましたね。これは結構相手かわいそうだったかな。まあ、試合的には。1回目の DT 砲のミスは回転1回分多くて、2回目のミスは、ソフトドープされちゃったのかな、多分。回転入れるときに、まあ、DT 砲のその開幕テンプレやったことある人はわかると思うんだけど、多分みんな一回はやったことあるんじゃないかな、あのミスは。Tミノが、回転が入らずに、まあ、ソフトドロップでああいう風に、あの地形になってしまうやつね。で、あれをみんなよくその J ミノの回転入れでリカバリーした人はもう、テトリスやってる人もめちゃくちゃ多いんじゃないでしょうか。まあ、その分 DT 砲、まあ、DT 砲はね、強いんだけどね、その、途中でやると、ミスした時のまあ、リスク非常に高いんで、まあ、ミスをその、前提とするのはもちろん、良くないんで、全然いいんだけど、しっかり回転入れはまあ、冷静にやるということですね。まあ、もちろん最適化とかそういう問題じゃないんで、回転入れは。回転方向は、覚えればまあ誰でもできるようになるんで、しっかり冷静に入れましょうということですね。まあそれだけかな、さすがに。まあ、そんなことを冷静に意識したとしてもまあミスしちゃうときはミスしちゃうんだけど、まあ特にそのリスクの高いテンプレのときは、できるだけ冷静に出ましょうということですね。はい。あ、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でしたー。